強化試合日本79から72ニュージーランド2日オープンハウスアリーナ大田今月25日に開幕するワールドカップ W 杯に向け強化試合を行った日本代表がニュージーランド代表に79対72と勝利したワールドカップ W 杯に向け強化試合を行った日本代表がニュージーランド代表に79対72と勝利した 代表選考が注目される中、足の故障でで遅れていた河村勇希、横浜 B コルセアーズは、およそ2ヶ月ぶりの実戦復帰。第1クォーター途中から出場し、抜群の動きでアシストを連発。およそ18分の出場で7得点7アシスト5リバウンド2スティールをマークし、復活を印象づけた。この試合の河村のアシスト集を、バスケットボール日本代表、 が公式ツイッターで公開した。河村勇樹のアシスト祭り開催中、と題して紹介すると、SNS 上では、怪我明けとは思えない。何この子、愛しすぎる、ドリブルこそ、チビの生きる道なんだよ。これが本物のスピード、両親にしか見えん、この花のあるパスは何度見ても良い。流れ全部持ってった、などのコメントが寄せられた。河村祐樹、横浜ビーコルセアーズ。 は、およそ2ヶ月ぶりの実戦復帰。第1クォーター途中から出場し、抜群の動きでアシストを連発。およそ18分の出場で7得点7アシスト5リバウンド2スティールをマークし、復活を印象付けた。この試合の河村のアシスト集を、バスケットボール日本代表が公式ツイッターで公開した。河村勇気のアシスト祭り開催中、と題して紹介すると、 SNS 上では、怪我明けとは思えない。何この子、愛しすぎる、ドリブルこそ、チビの生きる道なんだよ。これが本物のスピード、両親にしか見えん、この花のあるパスは何度見てもよい。流れ全部持ってった、などのコメントが寄せられた。